ありがとうございます。なんかめっちゃ目が赤い。おはようございます。ねえ、なあさん、グッドスプーン、サッカー見てたよ。サッカー見てたんや。え、行く予定とかありますか、サングスプ。そう、昨日行ってきたんですけど、バイト放送室見たよ。見た、あゆみも見た。そう、あれほんまに夕方急でびっくりした。夕方ちゃう、夜2個目。裏キモいじゃん。裏キモいだよ。もう裏キモいじゃないと、もう寒いのね、寝るときとかは。これでもうちょうどいいぐらい。これに毛布を軽くかぶる、あの薄い毛布かぶるぐらいがちょうどいい。グスプイッター、そうよ、グスプイッター容器の美味しかった。とさ、もうさ、だいぶ喉のなんか枯れ具合がさなくなってきた。今はちょっとなんか分かりにくいけど、いつも朝でもなんか喉が、あ、これやばいなってわかるんやけど、今日はあんまそんな感じでへんねんな。アンジュさん、このハンバーガー食べた。そう、アンジュさんのハンバーガー食べた。食べたらよっかなって思って、なんかハンバーガーにめちゃくちゃ惹かれたから、昨日だからハンバーガー食べました。めっちゃ美味しかった、うん、裏キモンって聞きました。裏キモです。もううーですね、うん、じゃなくて、クリスタルボイスクリスタルボイスアミに治ったかもしれん。ハナミン、自分3連引きとかマナミン出すぎじゃね。すごい、え、マナミン引いたで。あのね、え、マナミン欲しいねんなって言いながら N さんの缶バッジ頼んだら1個で N さんで、 N さんじゃマナミン出てびっくりした。そう、チキンもめちゃくちゃ美味しかったし、ソースも美味しかったし、パンもねめっちゃ美味しかった。サカサカあややの4人は出口キャプテン進行でみんなシュリンプビラブされたすごっもうあれもめっちゃ美味しそう。キャプテン、キャプテンをね、
進行ということで、あゆみも食べないとシュリンプピラフ。あ、でもマナミンコースター出た。マナミン出やすいから、あみでもあみあれなよな、コースターの全部自分じゃないわ、間違えた、9期生やってん。9期生多いんかな、9期生あみは10期生の子も引いてたけど、自分で自分のカンマチミツすごいね、えぐいな地引きすぎやん。あゆみでもコースター1個やった。レンクは若菜さんのでトロピカルファッションソーダとマイティさんのも飲んだよ。まだ象徴になっちゃったわ、佐野さんが。クリスタルボーイ行って全身が染めなきゃ。え、そんなんあるんや。俺トモちゃんのコースター、俺とコースターでトモちゃんの直筆で、ね、すごっ、え、すごっ、いいな直筆、あ、見せんかった直筆、誰かメンバー直筆あげてたな、あげたじゃないわ、引いてたな。羨ましい直筆、よかった。そのハンバーガー美味しかったよ。チキンもねめっちゃでかくて、あのパサパサ、全然パサパサしてなくて、水の未来店って、え、あれですか、大阪、あの関東の方のお店ですか。多分予約できるのがこっちだけなんやな、ナンバシティだけなんですよね。アミちゃんの直筆欲しい。アミちゃんの直筆みんな当たってるんかな、直筆。どんぐらい当たってるんやろ今。現状ランダムナンバにも AKB カフェあって、コースター沼です。コースターは沼だよ、てかランダム沼やばいよな。しかもさ、9期研究生っていうさ9人のさグッズがあるじゃないですか今回は。だから9期研究生の子が推しの方はちょっとなんか前よりも諦めきれなくていっぱいやっちゃいそう。9分の1ってなんか頑張ったらさ出そうじゃないですか可能性はあるじゃん。だからさ、それむずいよね、どこで自分を止めるか
なブーツの上で臭いなもう入ってるんだけどさらへんし、入ったらもう終わり世界の終わり。え、さモバイルオーダーやからさ、本当に本当にびっくりしたよね自分たち。なんかまだ食べてはいたんやけど、なんかある程度ご飯がなくなってきた時に、うちやったら何で食べたんかなみたいな感じで調べたんですよ。一旦計算してみたんですけど、もう怖かった何やかは言う秘密にしとくんですけど、怖かった。いきなさんこのペアねえびっくりした。あれかな、いきなさんが誘ったんかな。かゆいよ。やばい。乾燥がする。ちょっと待ってね。目薬が近くにないのよ。自力で。あ、小学校おめでとうっていうコメントがある。ありがとうございます。ちょっと一緒ね。ある意味でこれある意味寝顔なんや。じゃあこれしとくわ。たまにさめっちゃ目かゆい時あるよね。そういえばまゆみちゃんの直筆まだ持ってない。あ、すべてにおいていつか出てほしいね。秋葉先生と家畜生産コースと申し、いつかさそのシークレットでさそういうの入れてほしいよ絶対当てるから、もう絶対当ててる。グスプは怖いよ。どん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 グッズ買っちゃう。14日の公演前混んでて諦めた時はテイクアウトとか、あ、テイクアウトとかあるんや。あと、あといたかった。目薬しなよ。目薬するわ。ちょっと探すね、あとで。にゃ、にゃ、言うてた？食べてる時間と追加した。え、そう、食べ物を頼むじゃないですか。待ってる間にグッズ頼んじゃうんですよ。あはー、ダメだってなっちゃうけど。頑張って。なんかね、にわまるくんの直筆はなんなんやろな。にわまるくんのサインってなんなんでしょう。ん、453ありがとうございます。定期的に確かにそう、あのねアレルギー反応がひどい時とマシな時があるから、定期的に
私うつさいんかい。そんなあるんや。クラブカフェって周りが同じファンって分かってるから。それはそう。でも私たち昨日ね、あの多分混んでたからかな、その普通のカフェの方の席に案内されたんですよ。そこの普通のカフェのとこも一席だけ N&B のとこがあって、そっちに案内そうなって、だから全然ファンの方見えへんかったし見られへんかった。私の流行語大賞はグスプ沼えぐい。さあね、グッズねすぐ来るやからすぐ買っちゃうね、不思議、怖いよね人間で。昨日グスプ美里愛美も言った、そう言ってたんですよね。多分ご本人さんはそっちなんです。でも美たちのあみんな去年はな、あのそっち側やったんよな、そのコラボカフェ側におったし。てか今回もね、何人かそのコラボカフェ側の方、コラボカフェ側の方に案内されてるメンバーさんもいらっしゃったらしいんですけど、自分の知識つあたたってくださいね。直筆なは嬉しいけど自分かーってなるな、これに運使ったんか。ここに当たったらどうしますか。しましょう。あやみの、あやみの追ってるから。めっちゃ本人と実は分からられてなかったんかな。まあでもあれなんよね、メンバーは店員さんに声かけて、その時間とね名前を一応言ってはいるから、もともと だからまあ分かってもらえてるはずただあれやな、グッズと違いすぎて分からへんみたいな。なんかもしみたいな、テスト期間中しか行く日がなかった。そうなんよ、だから昨日行ってきました。前回直筆当てて返したの覚えた。そうなの、確かに自分が直筆あってなっちゃうもんな。メンバー例えばドンキのゴミ箱を通して頑張りましょう。クラカフェのキッチン側に隠してた最悪の席だったから、そう、そこ今日のやつだった。アミたち、アミとレーニャ、そこはね、結構火も当たってたから良かったよ去年は。もう今年は夜やったからね、まあ、関係ないけど、マグスプの話、そうゲスポなんです。昨日アミアでゲスポ行ったね、その30分前。あ、そんな最近やったんやもっと前やと思ってた。で、あのアナミンたち、いや名古屋でやめてほしいね。名古屋ってさ一番ね中間ぐらいにおるからさむずいよね。大阪行くけど、なんかどちらかといえば大阪の方が近いけど、でもどっちもどっちも遠いみたいな感じで。あみちゃんって本当にスマホっていうかあれやね、制限があるだけ。あ
愛花さんは天皇の直筆で感謝です。確かにね、メンバーまあ確かファンの方に直筆当ててほしいしね。グスプ行った日は愛花さんとゆみさんと佐々香さんに会ったから、サイン入りがたなかった。ちょっとそこで運を使っちゃったのか。日曜日に画面した。ああなるほど、ゆみさんか。いや見ちゃうよな、メンバーおったら普通に。チキセイのサカサカヤヤの4人で来てるの会えた人がいますしね。めっちゃ4人もおるから運良すぎ。あそか、全員あれか、ビーツさんか。好き電車の頑張ってね、お仕事。うん、坂田さんと坂下さんてか坂本さんでも B2 なんか。配置済みだけど関東方面は静岡が長すぎてしんどい。ああなるほど。だから大阪の方がギリ。俺いた時マイティさんアンジュさんおった。マイティさんサイン書いてだから声かけしました。いや全然もういたらね声かけてなんぼだと思います。そんなだってねめったにないからね。そんなニストリオ、そうそう、西さん同じなんですよね。だからなんか M さんめっちゃ9期急に増えたじゃないですか。だからプロフィール欄9期ばめっちゃ9期多い。みさんとインスタでニコってやばかった。いいですね、もう本当に。さメンバー同士さ時間かぶってたらどうなんのやろな。そんな人数が多くなさすぎたら OK 取んのかな。もしかしたらこの時間変更できますかとかなるかもしれんけど。昨日一般の普通のコラボじゃない方の席にいたからその。普通のねグスプを楽しみに来てる方々とか結構見えてたんですよ。だから結構ファン海外の方多かったんですけど結構人気な感じやった。なんかそうなんか普通のねお店もまたいつかは行ってみたいなって思ってさ、コラボやってない時も。西だらけ、西田西島に。なんか違うな、養子見だな。昔めっちゃ中でヨシミ見かけたけど目が飛んできた。なんかヨシミ警戒心強かったんかなその時は。スープ来るメンバーの意外な組み合わせ見るのも楽しみです。ゆきのちゃんとこのあねゆきのさんとこなの。そうみんな仲良くなったんかなみたいな話してた。グスプのオムライスはふわふわで美味しい。いつか食べてみよう。
二週フェス今日もだからこう、まあでもそろそろやったら大丈夫かな。そろそろ終わりかけてきたら西ヶ浅もなんか違うな。ヤサナさんがいて声かけなかったけどニコッとしてくれたそれだけでも嬉しいよね。じゃあちょっとそろそろ終わりたいと思います。キヌフェス全然一人しかおらんねんけどな。キヌフェスはほんまに、あでも入れてキヌフェスってことはマイさんもさやちゃんも入れるってこと。名字が昨日じゃなくてもいいねんね。うんうんうんなんや。あ違うっぽいね。ちょっとそろそろ本当に大丈夫みたいと思います。待ってね。あ、よし取れた。ゴミが。協会錬金とか頑張らないと。あみちゃんも頑張って。あみも頑張る。みんなも、あみんなじゃない。頑張ってね錬金。みんなも頑張って。出勤して N は5人、 M は7人、 B2 は3人。すごいね、 M やっぱ多いね。はい、では団長見たいと思います。なんか言ったわもうこれ。では見たいと思います。13位松くんさんありがとうございます。12位 K さんありがとうございます。11位デコモチビタさんありがとうございます。あデコモモマチん、だってマチが何モチ、あデコモチビタさんありがとうございます。ジュンヒロポンさんありがとうございます。9位風呂敷さんありがとうございます。8位マスオさんありがとうございます。7位平和の象徴マサノンさんありがとうございます。6位コウヘイさんありがとうございます。5位炭酸せんべいさんありがとうございます。4位ジョーさんありがとうございます。3位きびだんごさんありがとうございます。2位高政さんありがとうございます。そして1位はオーナフヒトさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっとデコ餅のなんかあれが分からへんかった。あれ最初あれどうやって読むっけってなっちゃった。初1位ね、ありがとうございます。今日は何日だと思いますか皆さん。16日なんですよね。何曜日や、水曜日か。はい、漢字が分からないので見ます。なんですね、微笑みも結構微笑みがちょっと完成してるね。みんなに広まってってる、いいじゃないですか。おとフェスまで東海、そうですね、うん楽しみ。ほんまにちょっとこれもう言いたい言いたいぐらいやねんな、もう全部。
全てのこと全部言いたいぐらい。ちょっと物さんアイコン、あ、アバターこれで OK ですか。アバターこのアイムツインテールで OK。 OK だな。まあちょっとこれ書いたことないし、これにしますね。前が多分ツインテールのね、あやみ描いたことないね、このアバターの。みんなにやまるくんの方をいっぱいつけてくれてる、そう言い張るから。やばい、頭の形が変になっちゃった。猫が今日はえらい暴れております。高さ違う、嫌だ、高さ違うの嫌だ。よし、いい感じかも。月ネジの中の飛行機、あらまあらま、ちょっと待ってね。あ、猫の口してた、まあいいか。セーラー服はね、セーラー服、セーラー服、これセーラー服か。セーラー服はね、もうだいぶ書き慣れましたね。結構日常生活でもセーラー服を書くことが多いので。あ、すごく気持ち悪い竹になっちゃった。ほい、かけた。上手ですか。いや結構さ、イラストを描くときとか女の子描くときとかさ、セーラー服にしがちなんね。やっぱセーラー服なんか描きやすいの、ブレザーよりもダントツで。だからセーラー服、あとトガちゃんもやしな。はい、ということで今日の一夜はオナフヒトさんでした。ありがとうございました。パチ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 。鉛筆のシーンほんまにやばくない？え、あ、見本びっくりした。はい、ありがとうございます。そう、鉛筆、まず鉛筆思い浮かんで、でも鉛筆はさすがに2個目は無理やなって思って、そう、なんか、あみとりあえず全部じ、あの全部あの筆記用具から考えたんですよ。 それで、あ、鉛筆やって思ったけど、鉛筆はでかいなって、じゃあ鉛筆の芯にしようって思って、鉛筆の芯にしたらちょうど横のね方がね、鉛筆って書いてくれててよかった、本当に。あゆみこの鉛筆って書いてたらさ、もうアウトになっちゃってた。危ない、セーフ。ってことでみんな急きバラエティフォートフォーショフォート放送室見てね。はーい、ちなみにシャルマ初めて1になりました。そうなんですよね、ありがとうございます。
こうでも芯ってその鉛筆から芯まんま抜いたやつかもしれへんから、そう長いかもしれへん、それもあるから、はい。ちょっと前のはまあまあやった、それはまあ、はい、まあまあまあありがとうございます、はい、ということでありがとうございました。また明日もね7時間なのでよろしくお願いします。高さが高くて、だから生高いんですよね。そう、高いんですということでありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。バイバーイ、またね。